今朝、熱海市の国道で女性が軽トラックにはねられ一時意識不明の重体になりました。午前7時40分ごろ、熱海市網代の国道135号で道路を横断していた女性が軽トラックにはねられました。はねられたのは高齢とみられる女性で、一時意識不明の重体になりましたが、その後意識を回復し病院で手当てを受けています。警察によりますと、女性は横断歩道ではないところを横断していたとみられるということで、警察はドライブレコーダーの映像などを解析しながら事故の状況を調べています。